皆様おばんでございますカエルのムーさんです。今回はこちら薄暗い部屋グルーミールームこちらのホラーゲームをお届けいたします。こちらフリームで配信されているフリーホラーゲームでございます。えっと目を覚ますとですねバスルームに閉じ込められていて。 このバスルームから、えー、謎解きをして脱出するということなんですがえこの謎を解く間電気が消えたりですね自分しかいない部屋なのに謎の声が聞こえてきたりとさまざまな怪奇現象に襲われていきます。正直めちゃくちゃゃく怖かったですははい今回のの動画の見どころは文字が 薄いうんうすいうんでは早速動画本編をご覧くださいませうすいあはいえー、っとタイトル画面なしで早速始まりましたね「薄暗い部屋はーいなかなか。 雰囲気怖いですね。閉じ込められてんのかなあーちょっとなんかねああこれもしかしたらちょっとゲーム酔いする人はするかもなゲーム酔いというか三人称視点で酔いやすい人は結構きついかもねこれなんか調べればいいんだろうねおおおしゃれ裏側まで耐える <laughs> あの、タイルとおんなじですねあの壁のタイルとおんなじ模様となってますん何んだいすかはいクイッと星あれですねよくこういう主人公の額にこういう星マークついてるたまにありますよねなな,なんだっけななんかいたよねそういうキャラクターなんかあーちっちゃい箱鍵がかかっ 出ます。鍵探せばいいのかなあ、しゃがむができるねえ、これかはい、電気がつくうんと、ちょっとゲーム性がまだわかりませんけどとりあえずあれだね脱出すればいいんだろうね、この部屋からよいしょえ？使うって何何もないあ、こういう風うに見れるんだ ただの鏡だここは電気だ <laughs> なんかすごい淡白な感想ですねいいと思いますね情報がしっかり入ってくるからねこういう淡白な淡白な説明ってなんだ何もないななんか今乾きがどうの喉は乾いていない入ってるよてか開けてよ <laughs> パスはどこにえどこにパスワード書くのこれパスワードなるほどパスワードですかおここにも写真あらオードリー・ヘップバーンでしたっけで合ってるうん特におかしなところはないあなんか紙あるね 今日日は星が綺麗な日だった。せっかくなので星を見ながら散歩したえー、っとちょっと待って暗い <laughs> <laughs> まだムーさんが読んでいるところでしょうなんだこれってさなんかやられるっていう概念はあるのかな星から南へ10分。 えー、西へ19歩北へ5歩すると遠くに彼女が見えた帰りを待っていてくれたのだろうしかし彼女はなぜか向こうを見つめていたのだ写真のことかな彼女っていうのは星から南へ10歩だからねえー、っと西へ19歩西へ19歩そんなに行ける これだよね。南へ。一二三四五。え、開かないよね。ちょっと待って、何、何方。えー、っと、南へ。多分窓がそっちにあるから。南なんよな、そっちが。四、五、六、七、あ、ちく、十。 今の音なんだんータイルの数なのかなこれ。んーあなんか落ちてる。取得。鍵あ開けられそう。使う。鍵がかかっているようだ。はい。おなんか出てきた。何かのメモのようだ。暗い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 。暗い 何かこれ時間経過で何かが出てくるとかではなさそうだねあちょっと待ってねごめん見づらいえっ、ー、とパスワードは壁に記しておいたえか、ー、に忘れたときにのために日記にも記しておく最後の数字は彼女が見ているこれ暗くなったタイミングでなんか見えたりすんのかなおキュッキュさいの数字は彼女が見ている 彼女が見ているこれは夏に撮った写真これは冬に撮った写真うん何かがあるのかね数字いやーうんうん。う んあ終わったくさい。終わったくさいね。もう電気がつかんわ。どうなんだ、これ。レッツゴー。さあ、どっから来るわあ、いいですね、いいですね。ああ、怖いですね、これ。あ、これ。 えこれ全然謎が解けないんだけどあこれいいですねホラーゲーム的にすごくあれどっからくんのこれんどうした はい。んこれどうすりゃいいんだ、えー、あちゃー。さっくり死ぬね。<laughs> はい。あーっとー、なるほど。や、時間をかければかけるほ時間制限があるってことね。要は。なるほど。 うん、おっなんだこりゃあら赤い手紙メモに気配がしたら暗くすればいいようだえっ、ー、と顔は絶対に、えー、見てはいけないが、えー、鏡越しなら平気であったなるほどわざと暗くするってことちょっと待ってん 見えねー。うん、なに。三と書いてあるように見える。え、ちょっと待って、なに、これ。え。え。え、どこに。え、ちょっと待って。は。三と書いてあるように見える。の、え。 あったうっすらあったわうわぉ、すげえ今時間かかったんだけど !3! え、とりあえず数字1個見つけたね。3! うわ、え、何のヒントだこれ。え、じゃあタイルのどこかに、あれが、数字が書かれてるってことあった !4。3、4で、 なるほど星から北に10個もしかしたらあったわあーうっすら書いてるんだこれえー、っとだからこれがなるほど10歩じゃないやこここからこっちかでえー、っと 西西ってどっちちょっと間違ってたらごめんね <laughs>。<laughs> ちょっと待ってね意味これ向かいにあるのがラストってことだよね。4彼女が見つめている先に4これが最後だね。でねえー、っとだからえー、っと9えー、星から違うなこっちに行ってかこの辺にある ラスト1個、ラスト1個。2と書いてある。いや、見えねえって。えうわ、うっすうっす <laughs> !2! えーっと、だから、9、2、3、4。はい。えーっと、9、2、3、4。はい。あ、開いた。 出れました。やったー。うわあ、うっす。あ <laughs>、あ、あ、あれでも出れない。え、出れない。あー、俺この部屋ねー。<laughs> あー、俺この部屋知ってる <laughs>。あのね別ゲームで見たことあるなこのゲーム。まあ、い,いやいやめたいからやめよう。え、これ続きあるってこと？え。 またまた脱出誕生日おめでとう。新しい仕事にはもうな,なれた忙しいのに時間作ってくれてありがとう。いつもの場所で待ってるわ。ほうほうほう。えこれまたこれはもう読んだ。とてもふかふかしている。まだ続いてるこれま。まさか。綺麗に咲いている。 こっちは。開かない。あれ、これ連打してると、青鬼が襲ってくるとかじゃないのか。違うのか。うんーっと。あ。いや。あった。ほい。え。なんか十。 1分15分で終わるって聞いてたんだけどあれ明かりを放っているえこれフラッシュライトを持ってあまずちょっと待ってね「鏡を見ていれば」って言ってたよなあれ 彼女の気配を感じたら、鏡を見ろって言ってた。こっち？うーん、合掌行ったね。開かないね。あった。みず見えなかった。 鍵が落ちてた見えなかった全然よしこれ開ければいいのかなうんいや、違うわあれこっちあ、開いたわはいはいはいんあなんかボタンなかった気のせいか なんかいましたね今。うーん。やられたわけじゃない。イベント普通に。お、電気が消せる。なんだって。うん。あ。あれなんかすげーボリュームあんな思ったより。うわナイフやばやばやば。やっぱやっぱ こんなの置いとくべきじゃないって絶対。ねいやー、ん興味はない。じゃあなんで買ったんだよこの本。お前んちじゃねえのか <laughs> 誰んちなのここそもそも。そりゃそっか。とにかく明るいな。ちょっと待ってね。 寝室に置いたえー、箱の鍵無なくしちゃったのあなた知らない朝食の準備をしているときとしてしまったみたいなるほどどっかに鍵が落ちあれじゃねあ違うかあれは足かえー、っとじゃあこの辺のどこかに鍵を落としたっていうてかこのメモのえメモのあれは誰 メモの主は誰なのかなこの辺に落ちてないのかなえー、っと、朝食の準備をしてるときに落としたと。引き出しはできない。こういう隙間、あー、あるわー <laughs> あったわー <laughs> こういう隙間に落とすよねーって思ったら、ツッコミを入れようと思ったら、あったわ。 よいしょあれこっち合ってるで <noise> あ、入っていいのかな <noise> あお死んだ 近くで音を立てるのは目は見えないようだが音に敏感らしいえ目の前でいても慌てず待とうはいはいはい了解なるほどなるほど光はいいんだむしろやり過ごせばいいのかな普通に当たる分にはいいのかすっげえ音はっ あ、ダメでした。こっちでいいのかな。うんうん、オッケーオッケーオッケー。で、これが遠くに行ったら戻ってくるのかなこれ。あえ？え？寝室の箱開けたけど。 え、どういうこと。え、戻るべき。これ。<noise> 当たるんかい。よ <noise> し。はい。あ、これを取得したわけだ。あ、なるほど、なるほど。そういうことをね。 ああそういうことか。鍵を取得したんだ。はいはいはい。で、やり過ごせるどっかでか。こっち行けるオーケーあーなるほど。あれ、箱を開けたタイミングで鍵取ってたんだ。気づかなかった <laughs>。はーい。 はい、Thank you for playing. クリアおめでとうございます。体験版はここまでです。ということでですね、一応こちらのね、薄暗い部屋、えー、体験版ということで、えー、本編制作へ向けて皆様の、えー、貴重なご意見、感想をお待ちしてます。とのことです。いや、全然もう体験版の <laughs> 領域じゃないかと思いますよ。これ、かなりね、えっ、ー、と、怖かった。 あのー、無音っていうのがすごい怖いね <laughs>。うん。脱出ゲームとしても、なかなか、ちょうどいい難易度でしたね。なんかあの、つぶ、つぶっていうほどではないかなっていう。ちゃんとね、あのー、文字のね、文字というか、テキストの意味をちゃんと理解できれば、割と解ける内容だったかなと思います。うん、ちょっと悩んじゃいましたけどね <laughs>。ははい。 では薄暗い部屋グロームルームでした。ご視聴ありがとうございました。